はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、荒木です。ということで今回はシティヘリテージ第7弾の開発レポート動画というところで、職人さんがね、僕の事務所まで来ていただいて一つ一つ紹介していただこうかなと思っています。第6弾が本当好評で、ちょっとね、5弾がすごかったんですよね。そうですね、もう一生超えられないんじゃないかなってぐらいの反響だったんですけど、第6弾で見事それを超えて今回の第7弾へとつながっていくわけなんですが、実はもう結構ね、動いているものがありまして、例えばスカーフとかね、これ本当は第6弾でやる予定だったんですけど、ちょっと間に合わなくて第7弾にスライドしたという形になっているスカーフだったり、これに合わせるスカーフリングとか、今ここにはないんですけどスカーフリング作ってもらっていて、あとみんな知ってるところで言うとパドロックブレスレット定番で展開していたりとか、あるわけなんですけど、新型どんなのあるのかっていうお話をねしていこうかなと思っています。まずこれからいきましょうか。これがですね、僕が蚤の市で、ちょっとゲットしてきたヴィンテージのジュエリーがあるんですけど、それをベースに作ってもらっている、現代版に復刻して作ってもらったリングになっていて、それかっこよかったんですよ、そのヴィンテージのジュエリー。ただそれがすごく軽くて、なんかちょっと軽かった、スカスカだったっていうか、なんか軽かったっていうので、はい、裏も抜いてあってちょっと軽めの仕様になってましたね、うん、なのでもうちょっと分厚くしてもらって、ちょっとデザインいじって、でこれ作ってもらったんですけど、めちゃめちゃ重いですね。そうですね、重厚感ありますね。うちのリング史上ダントツで一番重いんじゃないかな、今まででっていうぐらい高級感感じられるリングで、次のリング結構これメインなんじゃないかなと思っています。現在朝でですね、僕がちょっとまだ寝起きすぎて全然声が出てないと思うんですがちょっと引き続きこのまま行こうと思います。ブレスレット、これもう第6弾半端ない反響だったネックレス、はい、ヘリテージネックレス、そうヘリテージネックレスのブレスバージョンを作ろうということで、こういうイメージでいいんですけど、一重のねブレスレットで、ブレス用のコマのサイズに、そうですね、コマ、うん、のフォルムはこのままで、うん、サイズ感をブレスレット用に変更します、うん、それちょっと試行錯誤してブレス完成させたいなっていうのと、あとはですね、イヤーカフの話しましょうか。イヤーカフで以前デルタイヤーカフってちょっととんがったねカフやったと思うんですけど、今度その枠、初心者用のイヤーカフの枠でコーマルの、これコーマルっていうんですけど、シンプルなかまぼこ型のフォルムですね、のイヤーカフ、入門用のカフってのを作ろうかなと思っていて、これが30になってるんですけど、別に30って意味じゃなくてこの形ですねのイヤーカフをやろうかなっていうところと、ちょっとレベル高めのイヤーカフとしてうちのアイコンのジュエリーのシティリングをぶった切ったみたいな、そうですね、ちょっとデザインが効いてる方のイヤーカフになります、ね、うん、そうぶった切ったイヤーカフやろうかなと思ってたりとか、前回結構ねバリエーション出したこのねスパイクシリーズのチョーカーをちょっと開発してもらってたり、これがなんか難しいです、難しいです、できるかわからないです、これちょっとできるかわからない強度の問題なんです、ね、そうですね、なるほど。これのチョーカーは結構前からね頑張り続けてるんですけど、完成させたいと思います。なかなか。あとネックレスで言うと、ちょっと面白いのやろうと思っていて、うちが今までリリースしてきた、ジュエリーのいろんなコマがあるんですよ。で全部オリジナルでやってるんで、ここのコマとかね、あとはこのコマとか、あとはこのコマとか、またレザー入れたりとかいろいろして、ランダムのコマ、ちょっとミックスチェーンを作るっていう、うん、ミックスチェーンのコマでネックレスを、でちょっと近めのというかチョーカーっぽいようなネックレスやりたいなと思っていて、今回のメインのネックレスそれになってくるのかなと思ってます。あとはプレートのネックレスも、縦長のねこの Y 字のネックレス、今までうちってこういう丸いのばっかりやってきたんですけど、縦に流れるようなね Y 字のネックレスもやりたいなと思って、プレートの形状を今考えているところなんですけど、前回サンプルではこういった形状でちょっとね作ってみたりしたんですが、それはちょっとうまくいかずっていうネックレスをやったりとか、ちょっとあとできるかわかんないんですけど、激安のジュエリーケースとかやりたいなと思ってたり、あと個人的に超楽しみにしてるのがカラビナって言えばいいのか、なんて言えばいいのかわかんないけど、カラビナ、もうなんて言えばいいんだろう、チャームみたいな感じですよね。そうですね、洋服のアクセントになったり、うん、バッグのアクセントになったり、そうそうそう、いろいろなところにつけれるアクセサリーですね。パンツのベルトループにつけたりとか、洋服どこにつけるのって思うかもしれないですけど、ジップとかにねつけられるようにして、なんかもうあらゆるものにつけられるような、で全てのアイテムをレベルアップさせるようなカラビナをちょっと開発しようと思っていて、普通カラビナってまあ安いじゃないですか、なんですけどそこをねちゃんとシルバー950使ってもう超高級なカラビナやろうかなと思っていて、個人的には今回それ一番楽しみかな。それもねサンプル制作、進行していただいています。これもありましたね、うちのシティリングの
ちょっと太いバージョンって言えばいいかな。わかるかな。普通のサイズがこれか。幅を倍ぐらいに広げて形を整えてます、ね。うん。主役みたいなリングですね。で、これも石付きバージョンもやろうと思っていて、前回が、レッドタイガー、その前がラルビカイトとブラッカーゲートやってきたんですけど、今回もね、そんな感じで石付きを何かしらやろうかなと思っています。っていうところでちょっと、足早にお話ししてしまいましたが、もう今こうやって考えてるだけで十何個かありますね。はい、結構ありますね。で、動いてるサンプルだけで言うとまだ50個以上あるんで、まあここで今回お話した内容から多分ね半分ぐらいはなくなって、また他のが入ってきてっていう感じで、トータルラインナップまた10型11、12型ぐらい毎回やってるんですけど、それぐらいになればいいかなと思っています。今回荒木さん的に一番楽しみなのって何ですかね。そうですね、このリング、おお、これ主役になるリングですよね。これもほんと主役ですよね。むちゃくちゃかっこいいんですよ。これ伝わってるかな、この感じ。今までで一番ハイエンドなリングですね。そうですね、僕はでやっぱさっき話したけどカラビナかな、うん、まあ、あと多分みんな的にはこれのブレスは欲しいんじゃないかなと。そうですね、このネックレスの反響がやっぱりすごかったんで、で僕もまあ確実に欲しいです。ただこれはなんかもうめちゃくちゃいいのが分かってるっていうか、ゴールが見えてる。そうですね、っていうところでちょっと見えてないカラビナの方に気が引かれてるんですけど、これしかもネックレスよりはだいぶ安くなるじゃないですか。ブレスレットだとちっちゃくなるんで、なんでちょっとだけでもね手に取りやすい価格帯にできるんじゃないかなと思ってます。まあ、あと個人的にはランダムネックレス、はい、ちょっと成功するか分かんないですけど、成功したらめっちゃかっこいいんじゃないかなと思っていて、エルメスのヴィンテージとかでもあるじゃないですか、うん、ありますね、アレアかな、まあ本当ね、あんな感じでうちのオリジナルコマを作って、ミックスチェーンっていうのがね出来上がったら嬉しいなと思ってるんで、そのあたりも期待していただけたらなと思います。今画面に映りきっていない職人さんたち、ここにね2人来ていただいているんで、今回の、第7弾のコレクション何がね、今気になってるのかっていうところをね、お話ししていただこうかなと思いますが、シンジさんいいですか。はい、ここにないんですけど今開発を頑張っている、はい、のアクセサリーケースお願いします、はい、頑張ります。シンジさんが激安にしてくれるはずです頑張りますお願いします。今ちょっとねもう進行してて2つ重ねるみたいなね、異素材を重ねるっていう、ちょっとケースって言えばいいんですかね、トレーって言えばいいのかな、っていうのを考えていて、なんか下を例えば木にしたりとか、うん、上をアクリルにしたりとかで組み合わせたりとかして、はい、いいのができないかなと、コストを抑えながら、今頑張ってもらっているところです。ボルちゃんはこちらも開発段階なんですが、はい、イヤカフシティのリングのこれの、はい、トップをモチーフにしたイヤカフ、これぶった切ったイヤカフ、はい、これ相当可愛くなるんじゃないかなって、意外とシティさんの、ね、リングが可愛い、ありがとうございます。いつも作っていただいて、この3人にいつもねこれ全部作ってもらってます。前々回の第5弾はもう納品を終えてるわけなんですけど、めちゃめちゃ頑張ってもらって、相当職人さんのチームが、追い込まれてることが LINE からも伝わってきてこれちょっと多分相当忙しいんだろうなっていう。で第6弾の納期も近づいてくると多分もう本当やばいんじゃないかなと、この3人が死んじゃうかもしれないんですけど、それをさらにね追い込む第7弾を作れるように頑張っていこうと思ってます。でザキさんはありますか。はい、やっぱりヘリテージネックレスのブレスレットバージョンですかね。これかっこいいよな絶対、かっこいいし間違いない、間違いないですよ、うん、これ確かに欲しい、欲しいです、これ早く欲しい、はい、これはもう失敗するってことはないですよね。そうですね、これは完成に至るはず、確実に今回完成に至るのはこれと、あこれももうこれはもうほぼ完成したと言ってもいいか、これもいけますかね。あとはイヤカフっていけますか、これもイメージの中ではイメージの中ではいけますよね、はい、形にします。これはいけると思う、これのイヤカフはいけると思う、これが怪しいと、はい頑張ります。激安アクセケースはいけると、いける、はい、いけるよかった。素材の選定からなんで、うん、ちょっといろいろあると思いますが完成させたいと思います。あとランダムネックレスはちょっと怪しいですよね。あとプレートも怪しいですからね、プレートネックレス、スカーフもちょっとねちょっとまだ不安が残ってます、うまくいくかどうか。これちょっと、ね、色がネイビー入っちゃってて、これブラックにしたいんですけど、それがちょっと難しくて、プリントの方式とか変えてるんですけど、ちょっと怪しいという感じで、あと他にもね実は作っているのがあるんで、形ができたらね次回のヘリテージのレポートでねお見せしたいなと思っています。また1ヶ月後ぐらいに公開していく予定です。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。